すごいじゃないですか、お客さんがこんなに。そうなの、ルルアの言った通り魔物退治の道具を置いたおかげね。それ以外の道具もいっぱい売れて商売繁盛なのよそれならよかった。じゃあこの調子でいけば。少なくとも家賃の心配はないわね。あのパメラさん、すみません。あれ、ケイナさん、パメラさんにご用ですか？あ、ルルアさん、そうなんです。最近のパメラさんのお店の評判を聞いて仕事の依頼をしに来たんですよ。仕事の依頼？うちに来るってことは何か欲しいものがあるの？はい、パメラさんには金属を用立てていただきたくて。ハゲ、鍛冶屋さんが旅に出てしまってからアールズでは慢性的に金属が不足していますから。なるほどね、そういうことなら任せておいて。金属ならいい仕入れ先を知ってるの。本当ですか？ありがとうございます。ではよろしくお願いします。いい仕入れ先ですか。パメラさんもやっぱり商人さんなんですね。そうよ当たり前じゃないの。というわけで、ルルは金属の調達お願いするわね。はい。え？はい？じゃなくって、錬金術師なんだから作れるでしょ、金属。いい仕入れ先って私？そうよ。わかりました、わかりましたよ。これもパメラさんのためですし、頑張りますねありがとう、やっぱりルルアは頼りになるわ。それじゃあ頼んだわよ、ルルア。